州内のノーサンバーランド郡の位置、郡内のラルフォ郡区の位置。ラルフォ郡区は、アメリカが州国ペンシルベニア州、ノーサンバーランド郡にある郡区である。2000年現在の人口は3764人。アメリカ国勢調査局によると、ラルフォ郡区の総面積は47.8平方キロメートルで、すべて陸地である。2000年の国勢調査によると、 ラルホ郡区の人口は3764人であり、1497世帯、1121家族が居住している。人口密度は1平方キロメートルあたり78.7人である。1600軒の家があり、1平方キロメートルあたり33.5軒の家が建っている。町の人種構成はーセントが白人、セントが 黒人内市アフリカ系アメリカ人0.08%がアメリカ先住民0.27%がアジア人0.00%が太平洋諸島系0.00%がその他の人種であり0.27%は混血である人口の0.43%はラテン系である全世帯の31.9%には18歳未満の子供が同居しており 65.7%は夫婦で一緒に生活している。6.9%は夫のいない女性が世帯主であり、25.1%は独身である。全世帯の22.9%は一人暮らしであり、12.4%が65歳以上である。平均世帯人数は2.47人、平均家族人数は2.90人である。ラルフォフンクの人口は、 23.0%が18歳未満、18歳以上24歳以下が4.9%、25歳以上44歳以下が25.3%、45歳以上64歳以下が27.5%、65歳以上が19.3%で、ある。年齢の中央値は十三歳である。女性百人に対して男性は五点一人で、 あり、18歳以上の100人の女性に対して男性は90.7人で、ある。町の1世帯あたりの平均収入は44,318ドルで、あり、1家族あたりの平均収入は52,853ドルで、ある。男性の平均収入は47,65に、対し、女性の平均収入は24,179ドルで、ある。 一人当たりの収入は2449ドルである。人口の6.24%が極貧層である。18歳以下の住民の7.9%、65歳以上の住民の9 4は貧しい生活を送っている。ありがとうございます。